建設中の高尾展覧館パラグアイ大統領、オラシオカルテスと共に、各区を視察し、二重のマリーナから、クルーズ船に乗り込む総統の、最英文高尾展覧館、旧称、高尾世界貿易展覧会議センター、反対アザ中国語、高尾世界貿易展覧会議中心は、台湾高尾島エチン区にある、国際コンベンションセンター。鈴宮幕から、遠く、霊宮尾区、 全鎮区にまたがる高尾港の都市再開発エリア、高尾多港の経済貿易園区内の今日、防閣新地区である、アシマシンワン区の4大建設事業の一角として、総事業費36.8億入台湾ドルを投じて開発された。多機農業防園区内にある、台湾中油成工工場の4.5ヘクタールの敷地内にあり、屋内外合わせて1500の標準ブースを備えているほか、 2000人収容の大規模ホールが1室、800人収容の中規模ホールが1室、400人収容の中規模ホールが2室、20から40人収容の小規模ホールが10室あり、屋外は熱線反射ガラスによるスクリーンの外観で、船舶の接岸施設、アワ・ユーテーバとホライゾン・シティ・マリーナと屋外展示ブースがある。2010年8月23日に、 中華民国経済部国際貿易局は、黎明映像講師、COX 建築事務所、リューツチカウモ森建築事務所による設計志向で建設を決定。台湾国内で初の事例となるスマートビルでの展示場であり、グリーンビルディングの指標7項目を満たしている。2011年10月に正式寄稿、2013年10月18日に完工した。 2014年1月17日に、春工検査完了に伴いユニープラン、社台湾法人が設立した高尾天覧館講師へ、管理主体が移転。同年4月14日に、第3回台湾ファスナー賞開催をもって、開幕を迎えた。屋外チケットブース、高尾天覧館は、 敷地面積4.5万平方メートル、建築面積2.8万平方メートル、総床面積6.7万平方メートル、高さ36.4メートルの2階建てで2万5000人、収容。ありがとうございます。